ましたよ。さあ、今使ってるあの押し味がコンセプト S なんですけど、コンセプトの S の S っていうのはスリム、ストロング、スムーズです。だからスパイラル X コアとハイパワー X のテクノロジーを使ってるんで、こんなに細く軽くできてます。でやっぱり粘り強さとかもすごいパワーがこの中に秘められてるんで、しゃくててもすごい楽です。竿がしっかりこう曲がって、その後しっかり復元してくれるんで、しゃくり心地もすごい良くて、こうジグをまあ飛ばしすぎずちゃんとコントロール性能があるっていう、すごい使いやすい竿になってます。やっぱりね、すごくこう潰れに強くてすごいストロングになってます。なので例えば大型のアーモンがかかった時でも、しっかり曲げ込んでリフトしてもらっても全然いけるんで、あのよりこうね、曲げて楽しめるっていうパワフルな竿に仕上がってるんで、押し味がシリーズの中にその、クイックジャークとナチュラルジャークがあるんですけど、ちょうど間ぐらいの位置付けになってます。で僕が使うので、やっぱりそのちょっとこう力抜いてフォールさせたいなとか、しっかりしたくってスピードつけたいなっていう、すごいね、あのいろんなことができるペーパーになってるんで、すごい使いやすいです。しゃくりの幅を変えて、時折ちょっとフォール長めに入れてっていう誘い方でやってます。この時にあの今僕 PG 使ってるんですけど、PG だとね、結構そういう力を抜いたりとか、ちょっと早めに巻いたりで2分の1入れたりっていうのがすごいしやすいんで、僕はまずあのパワーギアからやるようにしてます。ですごい軽いですね。で今回のニューステラからあのインフィニティドライブ採用になってて、これもすごい巻き抵抗が低減されてるんですね。どうしてもちょっと力のロスがあったんですけど、今回のステラはそれがなくなってるんで、すごいあの軽いです。なので大きい魚が来た時でも、どうしてもね、こう両軸を使ってたことが多かったんですけど、今回のステラからあのすごいあのボディも強くでタフに、で巻き心地がすごい軽いんで、であの X プロテクトも入ってて、あの非常にこうかなり海水の侵入を防ぐんで、こう滑らかな巻き心地と力強いトルクフルなこの巻き心地っていうのを長くね継続できるんで、非常にまた強いステラになってます。力のロスがね本当に減ってるんで、こうよりこう両軸のこう力強さまで兼ね備えたみたいな感じのリールになってますね。ブレないですね。なんせブレない。あのやっぱりボディが強くなってるんで、ブレが減ってますね。でローターもね、この8000番に関しては専用のローター使ってるみたいなんで、すごいパワーのロスがないですね。非常にブレないんで、そのまま僕の力がそのままハンドルからギアへダイレクトにいってるような感じです。こういうね、風に乗せて流す時なんかっていうのは、やっぱりスピリングタックルの方が、投げれるし、しっかりこう何ですかね、竿でしゃくれるっていうか、竿とリールでしゃくれるっていうのがあるんで、まあ、ドテラの流しの時とかね、やっぱりスピリングの方が有利性っていうのはすごいあるんで、ずっと使ってはいるんですけどね。今回そのインフィニティドライブが入ったステラとコンセプトエースがあるんで、これは使うしかない。やっぱり軽く負けて大型としっかり戦える。でまあバーチカルでなくてドテラなんかの時にはやっぱスピニングの有利性っていうのがあるんで、スピニングをまだ使ってます。とね、今使ってる D ラインなんですけど、新しいラインです。これも、名前がオシア8、オシア8、新しいね、原種を使ってて、タフクロス2っていう製法で編み込んでます。で表面のを強化、硬くすることによって根ずれだったり摩耗にはすごく強くなってて、で深いところやる時でも低振動化で高感度化されてるんで、非常に使いやすい。こう全てがバランスよくて、高感度、操作性が上がってる中にものすごい強度があるっていう感じの糸です。とりあえず強いです。で太いゴースのね、5号から12号とか、例えば大型のヒラマサのキャスティングとかマグロとか使うようなラインに関しては、ヒートシンクっていうコーティングが入ってるんで、ガイドによる摩耗とかすごい熱に強くなってます。で今使ってるイージーペブルなんですけど、誰が
しゃくっても横を向くっていう簡単なコンセプトからできてて、すごい少ない力でね、楽に誰にしゃくってもらっても横をしっかり向いて魚にアピールができるっていうジグになってます。でベイトタックルでもスピニングタックルでもすごい使いやすくなってて、特にねこう潮の悪い時とかなんかっていうのはすごいこう水切れが良くて、潮抜けがいいんで、非常に使いやすいです。中心回からスローからスピニングからすごいこうジギングっていうジャンルではこうオールマイティなジグになってます。イージーペブルって結構スライドするジグになってるんで、このハンドルの止め位置で結構スライド距離調整してます。飛ばす時なんかはねちょっとこう前押し込みながらしゃくる感じで、ふわっとしたスライダーさす時なんかっていうのはもう上で止めてる感じですね。リールでこう糸を巻いてこう力を前へドンと出す感じじゃなくて止めてしまう感じで、でこういうスライドスライドちょっとスライドみたいな感じでアクション変えていってます。イージーペブルはしっかり飛ばそうと思えば飛ばせるし、飛ばさなければしっかりフォールアクションしてくれるっていう感じですね。スライドもできるしフォールもできるっていう、すごい使いやすいジグです。中心海とかの深いところでもすごい少ない力でね動いてくれるんで、こう深いところの釣りがね非常に楽になります。でスピニングはねこうすごい引き抵抗が少ないんで非常にしゃくり良い感じになってます。フォール額サワラっぽいかな。巻き取りがねほんと楽でね、こうやってグリグリ巻けちゃうんですよ。昔はねこうずっとポンピングしないとダメやったんですけど、全然ポンピングしなくてもそのまま巻けてくるっていう。サワラです、サワラです。よっしゃー、はい、サワラ釣れました。ここまたね、赤金、恐竜バチ、このサイズだったらね、ステラ、ゴリ巻きでしたもっと小さいかなと思うぐらいパワーあったんで、すごいリールです。ね、ジグちょっと変えてみます。サーディンウェーバー 200g の、グローブコパ、はい、入れてみます。おー、食った食ったよ。そこから1回2回目いい曲がりとトルクフルな巻きですね。はい、まだ釣れましたで、ね、そこから1回2回でもうゴンとすぐに拾われたんで釣れましたね。まあまあ全然結構走ってくれたんですけど、力強いねコンセプトエースの竿とニューステラでグリグリ巻いてこんなサイズだと思わなかったです。やりました。次ちょっとまたジグ変えてみます。ペブルスティック200強輪フォローです。むっちゃナチュラルでしょ。だこの強輪を使うことによってまあその色をね識別できる魚なんかっていうのはもうそのままナチュラルに、で色が識別できない魚なんかっていうのは絶対コントラストとかで見てると思うんですよね。その時にやっぱり鱗目があったりとか鱗のちょっとこう乱反射ってあると、まあ、その色が識別できない魚でもこうちゃんとナチュラルに見えてるのかなっていうのでこのフォローがすごい釣れてますよね。食った、食いましたよ。よし、もうちょっとこれねグリグリ負けちゃうんですよね。すごいトルクに負ける。はい、また釣れました。まあこの強輪カラーが美味しそうなのか一発でしたね。やっぱこのスピニングの巻いててこうドンって当たるのはやっぱ醍醐味ですよね。すごい楽しいジギングやってるっていう気しますね。細かい当たり飛んでも全然楽しいんですけど、こういうねダイナミックにドンってかかるのもやっぱり面白いですね。